はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで、大晦日の15時の更新で、2021年ハッピーニューイヤー10連福袋がやってきました。まあ、去年は30日がイベント開始4日目だったということで、30日の15時に来ていましたが、まあ、今年はね、31日の15時に来たっていう感じです。まあ、なので今回は、こちらの福袋10連だけ引いていきたいと思います。まあ、ちょっとね、短い動画になってると思いますが、ご了承ください。で、まず去年との変更点としましては、70連目がね、追加されたことですね。去年は、これの70連目がないバージョンで、50連目は OB 確定、他は確率 30% という感じでしたが、まあ、今回は70連目が増えたと。まあ、なので、まあ、70連回して7人、最低7人は S ランクが保証されています。で、今のところね、普段、月末に来てる A ランク以上のスカウトが来ていないので、まあ、もしかしたら、年末は登場しないの去年がちょっとどうだったか覚えてないんですが登場しないかもしれないので、まあね、10連引くのが嫌という方はまあこちらのね4連引いてもいいんじゃないかなって思います。こちらはね A ランクは1人確定なんで、はい、それでは2020年最後のガチャ、2021年ハッピーニューイヤー福袋、まあフライングダンですが、まあ引いていきたいなと思います。まあ1月末のね OB 第4弾や2月にある福袋、まあここで言っちゃうんですが、一昨年は S が出たら自チーム確定30連かな、で去年は選択契約書付きの50連だったので、まあ今年も豪華なの来るんじゃないかなと思ってるので、まあ今回はね10連だけにしとこうと思います。それでは今年最後のガチャ、泣いても笑ってもこの10連だけです、お願いします。久保田選手来てくれよ。まずは月のみと一面出なし、金文字、さあレインボー行け、レインボー、足なし、ボール光らない、バットに当たれ、当たらへん、結局2020年中にバットに当たる演出見れんかったなぁ。そして常識も普通と。幸子を見せてくれ。3、4、5、6、7。渋い。渋いよ。はい、渋い。というわけで確定分だけです。さあ、久保田選手来るのか。ラストに神引きお願いします。久保田選手、来い。はい。30% 外しました。中川選手です。ありがとうございます。最後の引きが微妙でしたね。まあまあまあ仕方ないでしょう。はい。というわけで今回は、まあ、10連だけですが、福袋引いていきました。皆さんの結果はいかがだったでしょうか？もしよければコメント欄に書いてください。このチャンネルでは阪神純正を楽しむことをメインに、追加選手の能力チェックやイベント解説の動画を上げていますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また、ツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。で、まあ普段だったらここで動画終わるんですが、まあ今回は年末ということで、一言二言喋らせていただきます。今年1年皆さんはいかがだったでしょうか？ 1 月からコロナが入りだし、2月3月には学校が休校になり、4月には緊急事態宣言、そこからは学校は休校もしくはオンライン授業、会社はリモートワークが増えた方がとても多かったと思います。でこの動画を見てくれている方はプロスピ好きが多いと思うのでプロスピの話をしますが、まずはコロナの中このプロ野球スピリッツエースのサービスを止めずに1年間働いてくれたコナミの皆さんに感謝したいと思います。そしてこの1年はこのプロスピも大いに盛り上がった1年だったなと思います。ユーザーの皆さんをはじめ YouTube をやられてる YouTuber の方、またダルビッシュさんや球界の OB の方々もこのプロ野球スピリッツを盛り上げてくれました。いや今年はねコロナでプロ野球の開幕が6月19日だったので、7月8月のセレクション例年通り開催できるのかと思っていたところ、まさかの OB の方とダルビッシュさんが選んで、ほとんど TS の選手をねプラス100のスピリッツでゲットできるという、今までになかったセレクションの形でセレクションを登場させてくれたコナミの方、そしてダルビッシュさんや OB の方にはとても感謝したいなと思います。またみんながね暇だった自粛中に、まあ名前は出しませんが、1枚エナジーで自分の欲しい選手を狙い撃ちできるのかという単発のね生放送をやってくれた方もいましたし、いろんなねプロスピ YouTuber の方もプロスピ以外のゲームをたくさん生放送してくれた1年だったなと思います。いやもうそういったね方々にも本当に感謝したいなと思います。そしてね自分自身も今年はね3月からリーグもリアタイも全部純正でやっていこうと決め、3月からここまでやってきました。まあその間にも何回かねルーム戦の生放送やられてる YouTuber の生放送にお邪魔して、まあルーム戦ね何回かやらせていただきました。いやとてもねルーム戦楽しかったなと、いい思い出だったなと思っています。
またね、まあこれはコロナ始まる前から思ってたんですが、まあこの YouTube チャンネルを開設し、YouTube にも挑戦しました。そしてね、それと同時に Twitter も開設し、いろんなことに挑戦した1年だったなと思います。この YouTube をチャンネル登録して見てくれている方、チャンネル登録せずに見てくれている方、また Twitter のフォローしてくださっている方々、本当にありがとうございます。今年はね、今までにない1年だったので、皆さんもね、戸惑ったこと、いろいろあったと思いますが、今年も1年、本当にお疲れ様でした。ということでね、そろそろね、動画の方締めたいなと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。2020年の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、良いお年を。